小泉役もと、雪子小泉雪子から1932年2月18日は、小泉役もの妻。日本に関する役もの著述を支えた。戸籍上の名前は雪だが、本人は雪子の名を好んだ。出雲松江藩の家臣小泉家に生まれ、22歳の時に松江の英語教師として赴任したラフカディオハーンと結婚した。夫、 ヤクモの日本語の理解を助けるとともに、幼少時から物語が好きだったこともあって、日本に関するヤクモの著述を支えた。ヤクモとの間に三男かずめを設けた。ヤクモの死後にヤクモとの思い出を綴った思い出の木を表した。1868年2月4日、松江に生まれ説と命名される。父は、出雲松、平家の番頭で、 カロ三百国の小泉八えもんと、母は知恵。生後七日で親類で、子供のなかったカロ百国の稲垣家の養女となる。幼い頃から物語が好きで、大人たちから昔話、民話、伝説などを聞いて育った。明治維新で、氏族はカロを失い困窮した。節子の稲垣家も没落したため、小学校を優秀な成績で卒業し、 上級学校への進学を希望したにもかかわらず11歳から織子として働き家計を助けた。雪子が18歳の時に稲垣家は氏族の前がためにを婿養子として迎えるがためには困窮に耐えられず1年足らずで出奔した。1890年22歳の初めに正式に婚姻関係を解消して小泉家に復帰した。小泉家も困窮しており 1891年2月頃一人住まいの、ハーンの家に住み込み女中として働き始めた。同居して、約半年を経た7月に、ハーンは同僚の英語教師、西田千太郎と出雲大社近くの稲佐の浜を訪れ、約半月滞在したが、ハーンは二日目に和節子を呼び寄せて、仲良く一緒に行動しており、住み込み女中という扱いではなかった。 また8月11日に、ハーンが友人に出した手紙には、節子との結婚を報じている。1891年11月に、ヤクモの転勤で、夫婦は、熊本に転居。節子は、ヤクモとの意思疎通のために英語を勉強するが結局、物にならなかった。しかし、ヤクモが語る、片言の日本語の、ヘルンさん言葉を、節子は正確に理解し、夫婦は、 お互いに一疎通ができた。熊本では長男の和夫が誕生した。1894年夫婦は神戸に引っ越した。八雲が熊本時代に執筆した知られぬ日本の面影が好評となったのを受けて著述に専念するようになった。これ以後の八雲の主要作品に節子が素材を提供している。神戸在住中の1896年にハは 兵庫県知事の承認を得て日本に帰化し、さらに小泉家への外国人入府結婚の願いが島根県知事に承認されて正式に小泉役もとなった。1896年夫婦は東京の市街屋へ転居する。東京でも雪子は役もに作品の素材を探して提供した。伝承だけでなく当時出版されていた書物を雪子が読んで、 その内容をヘルンさん言葉でヤクモに伝え、彼の執筆を支えた。ヤクモは節子に対し、本から得た物語であっても本を見ずに、節子自身の言葉で語る、語り部であることを要求し、節子はそれに応えた。夫婦は東京で次男和目を設けるが、夫婦が西大久保に引っ越した1902年頃から、ハーンの健康が衰え始め、 雪子が36歳の1904年9月26日に、ヤクモが亡くなった。ヤクモの著作物の中には、元となった書籍の内容が小学校卒の雪子には理解できないと推察されるものがあり、彼女以外に、ハーンに協力した人物の存在が考えられる。1899年頃ヤクモと信仰のあった、フェノロサの夫人メアリーはヤクモに、 仏教説話を物語ったと述べている。また、長男の小泉和夫に、母にとっての影武者と呼ばれた、三成恵隆や、八雲の死の翌年に、人間、ラフカディオハーンを表した、アメノモリノブナリなどの協力者がいたが、両人とも八雲の著作への貢献については目視している。小泉八雲は、生前から遺言状に、 遺産はすべて妻に譲ることを明言していたおかげで、西大久保の家や書斎を生前のまま残すことができ、裕福な暮らしをしながら子供たちを育てた。1914年に役もとの思い出をまとめた思い出の木が田辺隆二が表した小泉役もに収められて出版された。晩年は動脈硬化に苦しみ、 1932年2月18日に64歳で亡くなった。ありがとうございます。